はい、皆さんこんにちは、えー。今週遊んだゲームをお届けしたいと思います。今日は、えー、僕、くらべと。はい、ライターの山田です。シナリオライターの鏡としんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。この三人でね、あのお届けしますが、まあ、まずはですね。えー、っと、ちょうどこの番組も出している今日に、えー、っと、発売して、皆さんのプレイ。 すで、えー、にできているかなと思うんですけど、ストレイというゲームについてま、えーと、まず、あ、僕がクリアしているので、まあ、レビュー担当して、えー、なので、ちょっとそのタイトルから今日、トークしていきたいと思います。はい、で、まああの、このゲームも、ね、もう何回も説明してて、もう皆さん知ってると思うから、あれだけど、猫が主人公の、えー、ゲームで、えーまあ、SF な街が舞台となってて、ゲームの目的は、 まあ、ゲームの序盤で仲間からこうはぐれてしまって、えー、その町にたどり着いてしまうんですけどその町から脱出して、えー、仲間と合流することがゲームの目的になりますと。でまあトレーラーではねやっぱすごくその猫らしい表現が、えー、魅力的っていうことでなんかこうねあの水をペロペロ飲んだりとか爪研ぎをしたりとかあの NPC に対してすりすりをしたりとか。 ニャーニャー泣いたりとかっていうのをなんか探索しながら自由にできるゲームっていうねなんか可愛らしい感じであの皆さんいいないいなってなってすごくやっぱりね期待されてたタイトルですけどまあそれに関して言えば本当にあのその通りの作品になったという作品だと思いますなんかそこが実は操作性があまり良くなかったとか、うん、なんかあまりできること少なかったとかっていうそういうところで あの物足りないと感じる部分は基本的になくてニコ、はいね、として SF の街を満喫するっていう体験自体は本当に約束された通りの、えー、ものが来ましたと。でそれに加えてあのちゃんとそのアドベンチャーゲームとしてもしっかり成立しててまあ,あの僕は7時間弱でクリアしたんですけどあのかなりですねバリエーションも豊富でなんかこう。 なんかズルクと呼ばれるバイキンみたいなクリーチャーから逃げるパートがあったりとか、うん、あの竹いかだに乗ってあの探検するパートがあったりとかであの、まあ、ステルスするパートとかでちょっとこう街みたいなところ、まあ、全部街ですけどその、まあ、探索できるちょっとオープンなワイドリニアな感じのエリアに来てそこを自由にあの探索していろんなものを調べたりするパートがあったりとか。 かなりその7時間の中にいろんなタイプのゲームプレイが凝縮されてて、あの、すごくですね、あらゆる意味で満足度の高い作品には仕上がってるかなと思いますね。うん、で、なんか、あの、これレビューに書いてないですけど、全体を振り返ると僕がすごく思うのは、FF7 リメイクに近い構造だなと思うんですよね。<ー>これ結構意外かもしれないですけど。はい FF7 リメイクってまあもちろんバトルはないですよだからバトルを除いた FF7 リメイクということにはなっちゃうんですけど、うん、FF7 リメイクの,その、まあ、攻略しなきゃいけないパートって基本的に割と一本道じゃないですか、うんうん、で一本道で例えば地下水道とかをねくぐり抜けてその後にまにスラム街だったりとか繁華街に来てそこは割と自由に探索できてみたいなだからそのリニアな部分が えとちょっとこう自由に探索できるオープンなフィールドをつないでるみたいな感じのフィールド感じゃないですか。そこはかなり、えー、と似ててでしかもこう似たような SF な世界観でうんしかも最初にその探索するのがスラム街というところまで一緒で <laughs> <laughs> で後になって繁華街に来るというのも結構似ててうそういう意味ではなんかそのねしかも常に。 まあ、FSM リメイクは実は昼、昼になる時もあるんですけど、やっぱミッドガルは夜のイメージが強いじゃないですか。このストレイも常にこう夜で暗くて、あのー、で、その中でそのライティングが魅力的で。 なんかこう遠くからなんかこうネオンの看板が見えたりとかっていうなんかそのライティングの使い方までちょっと FF7 リメイクを思い出しちゃってみたいなことがあってでもそれをすごくコンパクトにしてでバトルとかなくてバトルの代わりにちょっとした謎解きが用意されててで自分は猫であるという感じなのでそ,うそ,うそこは結構あの後から気づいたけど FF7 リメイクっぽいフィールド感だなとは思いましたね。 でもあの、このゲームが一番そのうまくやってることで言うと、えっと、その街の探索における、その NPC キャラクターとのインタラクションの部分だと思いますね。これを除いて言えば、よくできたゲームだけど、なんかその、見たことないような体験はそこまでないんですよね。まあ、もちろん自分が猫であるというのは新しいけど、<laughs> 実際の操作系は割とオーソドックスなものだし、 そのまあステルスの部分とか逃げ回る部分とか謎解きとかはまあそんなにこうすごく新鮮味があるというよりはまあ安定してる感じなんですけど一番なんかこうあこれはなんかその猫,猫だからという部分も含めてなんかこうゲーム体験として新たな広がりを持たせているなと思うのはその探索パートでまあロボットたちはかなりねあのつくまあこの世界にはですねもう人間がいなくなってて。 でロボットたちはいつの間にかこう自我が芽生えて人間みたいにあのそれこそ植物に水をやったりあの服を編んだり恋したり失恋したりするようになってみたいなこう人間のようなえと生活をするようになるんですけどかなり彼ら一人一人自分の名前があってあの個性もあってで基本的に全員に話しかけることができてでアイテムを突きつけることとかまでできたりして。 細かく話しかけられるという意味でも結構、まあ、あの作り込まれてるんだけど、まあ、自分が猫なのでその彼らの,その日常生活に対して、えー、といたずらができるというのもかなり徹底されててで、まあ、これはちょっとしゃべりすぎでも話したんですけどその,そのいたずらがただ、えー、と何か面白い反応が起きて終わりというものもあればその自分のいたずらによって あの街に変化が起きるっていうことも結構ありましてまあ例えばなんか屋上の上であのペンキ塗料の缶をこう投げて隣の屋根にいる相手に渡してるっていうあの動作とかがあってそれ結構ね細かく見ていくとちゃんとこうその辺とかもすごくリアルに作ってるんだけどそこでねちょうど投げる瞬間を狙ってニャーと鳴くと相手が驚いて。 その塗料館を落としちゃうんですよねお<ー>で塗料管を下に落とすとそこにこうペンキが落ちてでそこがちょうどクリーニング屋さんの目の前なんですよ。でクリーニング屋のおっちゃんがこう怒ったような表情でドアを開けるんですよ。で今度そのペンキを掃除し始めるんだけど、うん、そこで初めてクリーニング屋のドアが開くわけですよ。うん、でこうクリーニング屋の中に入って探索できるようになったりとか。 そういう感じでこう自分のそのいたずらによってその猫としてやったことによって新たにできることがなんか増えるっていう探索の広がりみたいなものがあってなんかこれもそんなにわざとらしくなくて結構ストーリーでやらなきゃいけないということも結構あるんですけど多分ね大体の人はまあちゃんとこう自分で楽しく探索してる人はストーリーでそれをやらなきゃいけないポイントに来る前に自然ともう自分でやってるんですよねそれが。なるほど スクリプトされたイベント感がそこまでなくてなんか自分でこうやったことがなんか面白い結果を生んだみたいなことがあって、うん、なんかそれはなんかそのロボットたちのリアルタイム感も結構貢献しててなんか初めてそのロボットのいる場所に来る時に、まあ、ロボットたちは猫を見たことなくてで自分たち以外の生き物でいうとさっき言ったばい菌みたいなズルクしかいなくて。 <laughs> でも猫もちっちっゃいいからずるくと勘違いされるんですよその街に入ってこう歩いていく時にこれもカットシーンでも何でもなくこう歩きながらロボットたちが逃げてくるんですよね。<laughs> 逃げてって自分の部屋に入ってドアを閉めたりとか柵を閉じたりとかしてってなんかその辺も全部リアルタイムで起きるのでなんかこうもちろんスクリプトされてはいるんだけれども。 こここのロボットたちが本当にでここで生活しててるるるっていう感じはすすすごくするんですよね。ななほど。うん、なんかその後もそのあのも、ー、一応その自分に慣れてくれてからもなんかこう街を練り歩いてるロボットに向かって走るとこけたりとかするしなんかこう NPC って置物になりがちなんですけどこのゲームにおいてはかなりその NPC とのインタラクションがしゃべるっていうのもそうだし猫らしくいたずらするっていうところも含めて あのかなり NPC とできることが多いし NPC 自身がやってることもねいろいろあるんですよね。なんかマージャンしてるやつがいたりとかあのラーメン食ってるやつがいたりとかなんか床屋でそのイメチェンしてるやつがいたりとか試着室に入ってるやつがいるとか酔っ払ってるやつがいるとかなんか同じことしてるようなキャラがあんまりいなくて。うん、すごい、うん なんか NPC、なんかこう、猫芸っていうイメージがもう、もちろん発売前から強いですけど、クリアして振り返ると、もちろん猫も可愛かったけど、それと同じぐらいロボ芸だなっていう。<laughs> <laughs> あの、ロボ芸っていうのは、その、でもメカを操作するという意味ではもちろんないけど、ロボが猫と同じぐらい可愛かったです。それはいいですね。そうですね。まあ、相対的にかなり評価の高いゲームです、ね。<ー> まあ、プレイ時間7時間くらいということでしたけども、うん、それだけの間にでもそれだけの密度の NPC のこう行動なりなんなり、うん、まあ小さいイベントなりを入れるっていうのがちょっと途方もないなと思ってその点すごいですね、うん、やっぱり。そうですね密度が半端ななくて、はい、あの最初のスラム街みたいなところを まあ普通に僕だと多分2時間ぐらい探索しても新しい発見があってでまあ先に進むとまあそういう探索エリアはさすがに1か所だけだろうなと思ってるとそういうのがもう2か所ぐらいあるんですよその探索パートみたいな部分が。しかも最後のやつはまあ繁華街であのかなりねディテールが行き届いててびっくりするんですよねこ。えー、こんなのまだ撮ってあったのかよってちょっと驚くぐらいまだあって。 うん、でもちろんそれだけのゲームじゃなくて、うん、そのステルスとか、ちょっと戦闘っぽいものとか、謎解きとかもあるんで。でもね、やっぱり探索が一番楽しいですね。まあ、これは僕の趣味もあるかもしれないですけど、やっぱどうしてもゲームってクライマックスに向けて、ちょっと謎解きとかステルスを、ちょっと一つ、そのハードルを上げるじゃないですか。うんはい、そこはね、僕はしなくてもいいぐらいの感じでした。<laughs> <laughs> なるほど。えー、あとはえその辺いえデザインがフラットな方が逆にストーリーテリングとしてはこうに寄与したんじゃないかっていうことですよね。<laughs> まあ、とはいえなんかすごく過剰になんかそれでも程よいぐらいの感じではありますけど、まあ、あとデザインも別にそのステルスパートとかも悪くはないので。 ただやっぱり一番のこのゲームの他で味わったことのない魅力はその街にあるなとは思いましたね。うんはい、まあ今もう発売したんで、あのー、皆さんもそろそろプレイしてるのかなと思うんですけどなんかその猫としてその屋根の上に登るとかこういろんなところにジャンプしたりとかっていうのは、えー、と基本的にね僕はアンチャーテッドのクライミングと同じだと思ってて。 ーうん、っていうのも、はい、アンチャーテッドってあのが決まってるじゃないですかここに対してジャンプしても何も起きなかったでああじゃあこっちだったのねみたいなで割と、うん、そのクライミングルートがリニアみたいなことが多いと思うんですけどストレイもそうでジャンプ対象が決まってるのであ<ー>あのどのルートでたどり着くのかを自分で見つけるだけなので。うんうん なんかそのゼルダとかみたいにねこう自由なクライミングがあるのかというとそうではないしあのでアンチャーテッと違うのはその UI でもうツボタンがプレステだったらこう表示されてここに対して登れますよって教えられるのでそこはかなり一本道な感じがあるのでその猫として自由にそのアクションゲームとして楽しめるかというとそれはあんまりないんですよ。<laughs> <laughs> で最初の方、そういう、その、他の探索部分とかが、まだあんまりなかった部分だったので、なんか、これ、このままだったら、ちょっと持たないなと思ったんですよ。<laughs> そうそう。なるほど。本当その、レールに沿ってクライミングしてるだけだったんで。んで<も>ってことは、じゃあ、はい、割と最初で飽きない方、諦めない方がいいよっていう。あ、でもね、その、なんか、諦めるぐらいの段階までいかないと思うんですよね。まだ,まだその猫であるっていううのが新鮮なうちに ああのー、広がりが出てくるので多分30分と経たないうちに広がってくるのであそ,、ね、あそれはいいですねこのゲームはだからなんかその,プレイヤーの秋に対してものすすごく敏感なゲームだと思うんですよこれはもたないかもなと思うと次のものが来るしこの探索は楽しいけど、まあ、もっと他に刺激が欲しいプレイヤーもいるだろうなと思うとそういうのが来るしみたいな感じで。 とにかく新しい刺激を与え続ける、そしてそれをコンパクトなゲームデザインに落とし込むということにはかなり成功したタイトルだと思いますね。なるほど、はい、でもやっぱりアクションアドベンチャー、ジャンル的なアクションアドベンチャーなんだろうけど、かなりアドベンチャーよりのアクションアドベンチャーと思った方がいいかもしれないですね。アクションにすごくその幅があるのかというと、それはそんなにないと思いますね。なるほど、うん そんな感じですすごいでも楽しそうというか,か、うん、街の反応を楽しむって意味では逆に言うといいですよねその猫がやっぱりその登れる場所がわからないよりはそのちゃんとこうそうですね <laughs>、はい、なんか本当に、うん、そういう意味でもアドベンチャーゲームでなんか、うんうん、どうやって登るかって思うことがあったとしてもそれはプレイヤーのそのアクションの腕じゃなくて、うん、ちょっとした謎解き的な考え方の方がいいかもしれないですね。 まあその辺も結構後半では難しくなってきて、なんかなんあのビルに忍び込むところとかあるんですけど、結構考えないと、ど,どのルートをたどっていけばいいのかがわからないみたいなことは、でも本当にそれはね、俺完全にアンチャーテッドだと思う、そこは。<laughs> <laughs> ああ登りながら撃たれないということを除けば。<laughs> すごい セブンリメイクとアンチャーテッドを足すとストレーになるっていう。<laughs> <laughs> 猫で割ると <laughs> <う>。<laughs> 戦闘がないあ。あと戦闘なしに、ね。<laughs> まあ、あのー、セブンリメイクもやっぱね、その探索に重点を置いたパートはあるじゃないですか、<laughs> スラム街とかで。はい、そこのサイズ感も結構似てると思うし。なるほど。<laughs> まあ、あのー、そのパットミーンの方が広いけど、こっちは立体的で高低差があるので。そう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 。なるほどな。な、はい まあかなりいいゲームだと思いますよ。優点ですもんね。はい。優点です。はい。では、えー、次山田さん行こうかと思います。はい。えー、っとですね、私はその都心さんもいらっしゃるしということで、あの最近始めた一ヶ月ぐらいかな、SF14。 を遊んでますとそうですね時々一緒にあの遊んでもらったりしてるんですけど <laughs> まあ言わずとし、はい、知れた MMO、MM、でいいんでしょうかね、はい、なんですけれども、はい、まあもう10年ぐらいの流れ続いてるんですけどまずこう触って驚いたのが人がめっちゃいるっていうところがすごくて、うん、大人気だももんね今でもね <laughs>、はい、これだけこう時間が経ったゲームでこれだけ人がいるって本当にあのまああと1 たまにはあるんですけどやっぱり基本的にはもう待機してから入るみたいな感じの形になっていて今あの20人あのログインするのが待っている人がいますのでちょっと待ってねみたいな感じでまあ5分とせずに入れるんですけど5分もしないかな2分ぐらいで入れるんですけどもうその時点でちょっとすごいんだなっていうのは分かりつつもやっぱりこ,のこういったタイプのゲームって一人で始めるとすごくハードルが高いというかうもう本当にすごいあの活躍できなかった時とかに。 えとすごいもう殺されるんじゃないかみたいな恐怖がやっぱりあるわけですよね私のようなこう、うん、ソロゲーマー、はいはい、<laughs> なんですけどまあ今回友達が一緒にやってくれたのでとはいえ、あのー、やっぱりその一人であのランダムで他の人とやり あのダンジョンに入れるようになるまでは二三十時間ぐらいかかりましたね、はい、<laughs> それはすごい相当気遣ってますね <laughs>、はい、今何時間ぐらいやってんす全部今でも五十時間ぐらいやっててやってるねやっぱみんなやるねる始まるとでも,うで,、まあ、でもそこまでそのゲームのこテンポみたいなものをつかめたらすごく楽しいんですけどそれまでがやっぱりもうなや,やれることが何と言ってもその積み重ねがあって多いので もうどうすすればいいいんんだみたたなのがすごくあったんですよ、ね、でまあ最近のアップデートで一人でもダンジョンに入れるようにコンテンツサポーターっていう AI が、えー、サポートしてくれる、うんはい、機能がついたんですよねそれでありがてえと思ってやったんですけどもう全然ダンジョンがクリアできなくてそ,のそれでいったら難しいんだいや私が多分あの装備品とかの問題だったと思うんですけど、うん、でも,もうあ,あまりに悲しいのでケアルに温かみがないからみたいな言い訳をして。<laughs> <laughs> やっぱりこう人の手の職人技のケアルじゃないとちょっと回復しないみたいな感じでやもうやっぱり人と一緒にやらないとダメなんだなと思ってもう頑張ってあの知らない人と一緒に生かしてもらうようになりましたおえ今どうですか、はい、結構そのなんて最初結構その大変な部分あったと思いますけど今どれぐらい楽しんでるんですかあでもやっぱりその やれることが見えてくるとこう自動的にやらなきゃいけないことをこなしていけばどんどん強くなって進んでいくっていう意味ではやっぱりすごくた楽しいというかそれでなおかつ周りに人がいて友達とたまに遊べてっていう部分がやっぱり一番の楽しさかなと思うのでゲームとしてすごいここが優れてるみたいなのって結構言いにくいゲームなのかなっていうのはちょっと、はい、思っていてその遊びやすさとかいろんな人とこう関わるっていう部分の,そのガイドというか。 えっと導入みたいいいなななもののの楽ししさをすすごく支えるる機能が充実してるゲームなのかなと思いますただあのお話的にもあの今最初のバージョンが終わって2つ目のバージョンにやっと入ったところなんですけれどもそのお話も最初知り上がり的に面,く面白くなっていくのでその点はすごくあのストーリードリブンなゲームだなっていうのは思いましたしこういったタイプのゲームでストーリードリブンっていうのもすごいなっていうのはありますね,ですね。 はい、れは結構みんな言いますよねの、はい、この仲間が結構こうワ,ワワワワッとなってワワ,ワワワッという大変なことになっていくっていうので結構その惜しまないんですよねキャラクターの、えー、と展開についてまあもちろんその後フォローが入ったりはするんでしょうけどまあそういう意味でもそのお話で引っ張っていってみんなで楽しむ要素を用意してっていうその料理みたいなところがすごくよくできてるのかなと思いました。 どうですか続けそうですからそのまま、うん、おそらく続けられそうだと思います最初あのトライアル版でえっ、ー、と最初の2個まではできるんですけどもバージョンえっ、ー、ともう買っちゃいましたね製品版を<ー>、はい、やる気だねそれは <laughs> いう <laughs> そうなんですもうエンディング見ますよそれは <laughs> あそうですかえっ、ー、とエンディングまであと何時間やればいいんでしょうかトシエさんはい争点の途中の、まあまあ、グレン 漆黒行月でで漆黒と行月がめちゃくちゃ長いんで、はい、まああのそうですねまあまだまだあります <laughs> いやでもね本当にまあ争点の時点でそこまで楽しくその,、まあえー、の FF14 のそのメカニクスとかえっ、ー、とそのなんか時間感覚みたいなものがつかめたんだったらあとはもう本当にあのコンテンツ面白いコンテンツがあとはもうただひたすら降ってくるのみなのでもう時間を見つけて。 あの遊んでいただければどんどん面白くなっていくと思います。はい。<laughs> すごいい逆にその時間のところが大きいですよね。なんですよ。結構時間泥棒ですよねゲームとしてねあ。しょうがないですよね。八年アップデートしてたんで八年分のコンテンツを。 まあ、月とかでで終わんないすよよね、ね絶対そうだゲームライターとしてさ、いろんなゲームやんなきゃいけないじゃないですか。本当にみんなよくやるなと思うもん。はい、でもすごくいいなと思ったのは、すごい、倉部さんもこういうマルチのゲームってあんまり得意というか、ちょっとドキドキしちゃうタイプじゃないですか。ドキドキするというか、いろんな理由で苦手ですね、僕は。 でそうそうやっぱりあの世の中の人は大体悪い人っていう風な世界観で生きてるとやっぱ怖いんですけど <laughs> そのやっぱり皆さん経験があってで初心者が入ってくることが嬉しいっていうところもあってあ<ー>それと見ず知らずの人が私はあのタンクでやってるんですけどその攻撃を受ける職種なのであのすごいみんなを先導したりとか最初にこう攻撃を当てたりとか結構責任が大きい、えー、とジョブなんですよね。<ー>はい、その中でそのもう一人人たくさん人 パーーティメンバーが必要なクエストになるとそのタンクがもう一人いるんですけれどもその人がその完全に私を気遣ってるなっていう動きをしてくれるんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> その私のムービーが終わるまでい、はい、待ったりとか私が入るまであの最初の1人たちはお前がやるよみたいな感じがこうチャットはないんですけどなんとなく伝わってくるんですよ見ず知らずの人のこう善意みたいなものがそれがなんかすごい嬉しくてあ1人じゃないんだっていう風な気持ちになれるのは本当に素晴らしいゲームだなと思いました。<laughs> そうですね やっぱりねでもなんかそのね <laughs> 自分の大好きなゲームを誰かが頑張ってやってくれてるっていうことが嬉しいんですよねし、うんさん,、うん。まあその通りです。<laughs> <laughs> 新規は素晴らしいですかないですんあれだね僕はたとえこれが面白いっていうことを分かってたとしてもなんかこれをやり始めるということはそのねそれこそ何百時間やるっていう意味、うん、ということを意味するんだったら。 最初からやらない方がいいと思っちゃうんですよ。<laughs> すね、<laughs> <laughs> 出会わなければよかった。時間は。<laughs> まあ、時間はしょうがないですね。こればっかりは。うん <laughs> うん、あの。<う>時間かかります。あの。まあ。そうですね。まあ、た。そ 坂口さんとか見るとゲーム開発止まっちゃってるじゃないですか、完全に。<laughs> 坂口さんはちょっとあれはすごいので、<laughs> あそこまでは普通いかないと思うんであの、まあでもやっぱり1日、例えばその1時間とかっていうやるでやっても、あ<ー>まあ、かか週に、週にまあね、5、6時間とか間。ちゃんと1時間で終われますかあでもあの、そうだと思いますよ。特に最初の方とかは 逆にそんなに盛り上がりないんで、じゃあちょ、うん、逆にそんな何時間もやろうって気にならないと思うんで。はい,は,いは,いはい。はい、はい、はい。本当にだから、うん、うん、山田さんのい今いるところぐらいから、多分どんどん気になって。一時間で終わらないかもしれないですけど、<laughs> でも一時間ぐらいでサイクルでやってる人は多いと思います、ね。はい。あのー、まあ、毎日ログインする、こう、メリットとして、その。経験値ボーナスが一回つくみたいなところがあるので、まあ、そういう意味でも。うん、その、こう、区切りをつけやすい。 で、プレイ時間にするような設計にはなってるとは思いますね。うん、あ,あ、そう、ソシャゲっぽい、はい、あの、作りになってますよね。そこねはい、でも、あれ、その一日一時間とて言って、一日一、二時間しかゲームできない人だったら。もう。他のゲームはやらないという選択肢なんですよ、<laughs> それは。<laughs> はい、まあ、そ,それでも。はい、それ、それもなにかす。そう、そう、そう、そう。そこはね、難しいっすね。<laughs> まあ、でもね、きっと本当に、その、山田さんみたいに、あんまり。 僕みたいにそういうタイプのゲーム普段やらない人でも。 結局、その沼にハマっていってるじゃないですか。はい。だから、だから、本当にいいゲームなんだろうなっていう説得力がどんどん増してくるんですよ、僕の中。はい。どのうち、もうちょっとで、クラブさん感覚するよ。いや、僕はなかなか、僕守り方いん。あ、そうですあ、そうですよね。こだわりあります。ねでも、あの、たぶその、ゲームが一日一時間しか遊べなくても。その、進んでる人とかは、その、ゲームの中で生活してるんですよね。たぶん、麻雀、さっきの話した麻雀じゃないですけど、麻雀やったりとか。はい、はい、はい、はい。僕って、今。 本当にやることなくて、あの <laughs> はい、フレンドの家の屋根でずっとぼーっとしてますからね。<laughs> いやそれでも言いたいんだ、<laughs> その世界にそれでも。そうそうまあ、チャット見ながらスイッチで、たまに気になる話題があると軽くヘレスしてみたいな, <laughs> まあなんかこう、あれだね、あ何も考えずに YouTube を見るようなもんだね。じゃあそうです。とりあえずインしてからな何しようかなみたいな。<laughs> ああ<ー>、そんな感じですね。 山田さん、ログインしてるから、ルーレット誘うみたいな。ああ、そうですね。だからトシンさん、すごいと思って、気づくんだと思って。本当にそれぐらい。物質みたいなもんだ、物質。いや、本当にそんな感じでした。では、えっと、次、トシンさん、何をやってるんでしょうか。はい、えっと、まあ、僕がやってるのは、風のクロのワンツーアンコールでして、まあ、全クリしたんですけど、 どれぐらいかかるんですか、全クリアまで。いや、もう全然あの、そんなにかかんないですね。あの、えー、っと、本当に全クリっていうか、まあ、ただお話読むだけだったら、まあ、あの本当にまあ、僕、当時、小学生とかでやってるんで、小学生でもできるぐらい、本当に全然簡単なゲームで、うん、しかも今回、あの難易度が、えー、っとリメイクでさらに追加されたんで、まあ、もっと簡単になってますね。はい ただ、えっ、ー、と、夢のかけらっていう、まあ、コインみたいなのがステージの中にあるので、それを150個集めるっていうのを真面目にやると、まあ、ちょっと難しくなるかなっていう感じですね。うん、はい。なるほどね。はい。すべてを集めるとなると。そうですね。まあ、それでも多分、えっ、ー、と、各5時間ずつぐらいで終わるんじゃないですかね。あ<ー>、まあ、そんぐらい五5時間もしないかもしれないですね。はい。いや今、まあ、今通用する感じ アクションゲームとしては、今、本当に最先端のゲームに比べると、えー、っとまあ、細かいところで、やや、うん、まあ、操作はさておき、まあ、ちょっとやっぱ最先端のやつに比べると、やや、うん、あの、まあ、PS1 のゲームなんでね、元は。で、しかも全然特にそんな変わってないんで、だね、まあただ、その割には、まあ、普通に面白かったですね。 逆にその引っかかり覚える部分ってどの辺なんですかレベルデザインとかその UI とかいろいろあると思うんですけどう<ー>ん <laughs> まあ総合的にいろいろありますけどそのえー、っとまあつまりそのオリジナル版で変わってなくてオリジナル版であれだとしてはなんていうか今そのやり直してみて思ったのはそのギリギリジャンプみたいなのがの割と今の 2D アクションって当たり前のようにあるんだなっていうのを認識されましたねさせられましたね あの確かセレッセとかって、なんでしょうね、そのギリギリジャンプみたいなのが、確か、えっと、ゲーム側が用意してて、あの崖みたいなのから、明らかに足離れてるのにジャンプっていう、ジャンプしたっていうことにしてくれるんですよね。は、うん、はいあはい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 。黒の泡とかは別にそういうのはないので、あの普通に落ちます。<laughs> まね、<laughs> よりそのタイミングがシビアと思ったらね。うんうん、そうですね、普通なんですよね、多分それが。 らくあのまあてか落ちるっていうかまあ羽ばたくんですけどこの数秒だけでもまあジャンプできたことなんないんだなっていうのはちょっと普通に時代をそこはちょっと時代感じましたね。あのてかまあ今のゲームがその辺気使ってるんだなって思いまそうですよねまあ常識的に考えてその足が崖から離れてたら落ちるだろうっていうところはい。<laughs> で、まあそうですね、引っかかりっていう部分でいうと、リメイク版で、まあ、やや演出が削除されてる部分があって、それい残念でしたね。ボス戦に向かうときにその、暗闇からこう光を追いかけるような演出っていうのが初代にあったんですけど、それがあのロード時間なんですね、要は、つまり。 ああ、それはいらなくなったんだ。ああ、そっか。そう。残しちょっち残しといておきかったなけな <laughs>、ね、思いましたけど。はい。そのゲーム内で特にその意味のあるシーンではなくなってしまったってことですその演出的には意味があっても <laughs>。そう。まあその他いくつかまあちょこちょこっとあったんですけど、まあただ。 うんまあ、やっぱりオリジナル版のそのあの輪ってまあ,あ多くはネタ割れはしませんけどうん、うん、まあ1も2も特に1はあのストーリーがすごいと演出がうなんだ言われてる作品であ、まあ、僕も当時ものすごくびっくりしたんですよね、まあ、子供だったんで<ー>、まあ、そういうゲームなんだ、まあ、結構すごいですねあのまあ今見るとねあのわかんないですけどそのめっちゃ身構えて見るとそうなんだって思って見るとあ,あ こんなもんかって思うかもしれないですけど、うん、逆に知らない方が良かったかもしれないね。知らないで。で失礼するとえってなる。意外とえっていうのがあって、で、それを大人になって改めて見返すと、結構ちゃんとそれに対する。まあ伏線であるとか、ストーリー上のそのええと納得感みたいなものは、あの普通にやっぱキャラクターとかテキストとか、そのええと他の。 まあ音楽もそうですしいろんなところでそれを示唆していて改めてやっぱいいなと思ったしすごいなと思いましたね。そういうところも魅力的なゲームなんですね。そうですね結構そうで,でこれに関しての吉沢あの秀夫さんかなあの、えー、っとオリジナナルの、えー、プランナー 確かストーリーデザイナーというか、えー、っとシナリオを作った人、まあ、つまりカズノクロノアの生みの親の人が「クロノアクロニクル」っていう一連のツイート群を、えー、っと結構前にしててで僕それも読み返して,て,あてましたねはいはいはい俺も見たわそれあれも結構あの改めてそれ読み返してみたら結構その知らないこといっぱい書いてあって面白かったですね、はい、その方はその後なんかゲーム作ってるんですか えー、クロノワの、オリジナルのクロノワの食後も、まあなんか作ってたと思うんですけど、今はえっと大学で教えてるみたいで。あ、そうなんだ。バンダイナムカ退社されて。いはいはいはいや、本当に面白かったですね。はい、結構クロノワは、あの、スタッフがすごくて、あの、今、キリンジっていうバンドを組んでいます、うん人、堀米兄弟っていう、えっ、ー、と、堀米さんっていう人たちが、 あのやってるたんですけど、あのやってるんですけど、そのキリンジってバンド、そのうちの一人が音楽入ってたっていう話があって、はい、まあそういうそういう話とかもクロノアクロニクルでちょっと書いてあるんで読んでみるといいですね。あ、そうなんですね、はいうん。クロノア音楽も最高人でね、はい。いやでもちょっとそのプラットフォーマーにとばとどまらない面白さがあるっていう話をちょっと聞けてよかったです、ね。うん、ちょ、うん、ちょっとなんか。 昔のプラットフォーマーとなるとねもちろん面白いんでしょうけど、はい、なんかわざわざやるかどうかというとちょっと考えちゃうけどそういう音楽とかストーリーとかにも面白い部分があるんだったらちょっとやってみたくなりますね。うんうんうん、まあむしろクロノうは音楽とストーリーの方が僕はユニッ魂だと思っていて<笑><笑>、えー、プラットフォーマーはまあ,あの超すごいわけではないと思いますのすごい面白いっていうか全然つまんないわけじゃないですけど。 まあさすがにね、現代からやると他にも選択肢いっぱいありますから。うん、そうなっちゃうよね。ただまあ、全然、あの、いいと思いますね。あのまあ、<ー>うん、そうですね。まあ、C というならちょっと高かったかなっていう。は <laughs> い。いくらするんですかえた五5000円以上するんですよね。高いなぁ。あな<う> <laughs> 最近なんか、ああいう古いタイトルのリメイクとかありますと結構高いっすよね。 そうですね。うん、まあね。っていう。まあ、それは、そういう意味でも、まあ,、うんあの、アクションゲームっていうだけで買う選択肢はちょっと。そうですね、そうですね。うん、そうなるよう <laughs> ですね。はい。はい。まあ、でも魅力に触れるっていう意味では、いいでね、その5時間くらいのプレイ時間っていうのもすごく魅力的ですもんね。まあ、そうですね。はい。はい、逆にすごい長いよりはいいかもしれないです。はい、うん。まあ、そんな感じですかね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい えー、というところで、えー、今週遊んだゲームをお届けしてまいりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。チャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。